まあ望み通りね、能力の振り分けはできたから、うん、グノージアでバチバチに続いていこうぜ。強気に出よう。シピと乙女。まあ弱くはないよね。うん、びっくりした。そっちが聞いてくるのか。猫は好きか。しかも通じちゃうんだね、これ主人公。そうだね。そんな引かねえでくれよ。今時人体改造なんざ珍しくもねえだろ。そうなんだ。つっても俺みてえなのは珍しいか。別に俺も好きでこんな中途半端な格好してるわけじゃねえしな。違えんだ。俺はただ猫になりてえだけさ。その手術途中なんだよ。つうか猫になる前にグノーシアになっちまったけどな。確かにね。ま、人間やめたもん同士よろしく頼むぜ。ありがてえ。猫になりたいとかそういう感じだよね。これだけで解放してくるの俺お手軽でいいな。うん、猫になるために。うん、いきなりやね。とりあえず捨てろ。乗ってもいいのかな別にこれ。まあ、乗ってもいいけど2人とも攻撃力は高くないっていうね。今の2人。うん、お。ドクターか。何で名乗り出るかだよね。でもエンジニアより多分やりやすいんだよな。うん、まあそうだね。行くわ。やっべー。つえアホアホ。え、で、ってなるとバグか AC か。そうだね、グノシアか死んだよな。グノシアはないね。あ、そっか、グノシアだった。今もう第三者だったよ君。シンまで行ってたから。ラキオつってユリコが噛めなかったらもうユリコはバグ確定だから。うーん、まあ一旦やってみる。意外に来てる。自分に入れてるのがステラと、まあ、ラキオか。ステラ気づいたのかな、分からんけど。まあここでユリコを本当に食うかどうかだよな。あ、しげみち、しげみちかシピ。シピだとグノーシアの時のやつがあるはず。うん、いくか。あ、レベルアップあったわ。これは狩りだな。ん、勘違いしてねえか。俺たちが人間を狩るわけじゃねえさ。俺たちグノーシアなんざただの獲物だ。考えてみろよ、俺たちがケセルノなんざ一度にたった一人だぜ。内憂鬱なことやってるうちに人間が俺たちを駆り立てる。はは、人類の敵だとよ。そんな大した代物でもねえのにな。やれやれ、お互いしんどいところだよな。さて、どうやって生き残ったもんだろうな。え？何もないんだ。もしかしたらこれ見たことによって次のターンまた何かあるかもしれない。ああ、さっきのジナパターンね。そう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 。これ1パチに出るかだよな。でもここでユリコを殺しておけばドクター報告は自分の身になる。うん、この一気にドクターの対抗が死んでいくっていうのがどうなるかだよね。疑われる対象になるかどうか。うん、まあどうだろうね、やってみたこともないから。結構危ない選択肢だと思うけどね。ああってことはラキオをグノシア出ししないと自分の信頼度は取れないよ。そうだね、ユリコが、うん、食われてるから。食われてるから、うん、やっべ、バグか守護天使か。守護…あーでもそうだね、それは分からんね。お、何。ユリコバグじゃね。バグだな。でも守護天使に守られた線は消えてないのか。消えてない、まあ、うん、消えてないって消えてない。ユリコが AC だったら
AC で守られたかバグかエンジニア報告名乗り出るが使えないのか。そっか、うん、こいつにあれこいつ気づいた嘘には気づかれてんだろうな。うん、まあ対抗だから優しい優しさが身にしみるぜ。ゆり子疑ってもな。なんかうまいこと攪乱するな。うん、うん、味方によるとシピ怖っだからこそシピが誰をかばってるかとかがあんまり頼りにはならなくなってくるね。協力仕様を使えるステータスってことだよな。うん、演技力そこまでなんか可愛げ。可愛げが半分以上ある。おーゲルだ、いいね。ジナ引き入れてこうぜこんなん出るんだおお、新っぽいぞ。ん？ AC？ レムナの AC？ 報告見てみるか。ジョナスか。ユリコかフーリどっちかを信じるんならユリコかなって思った守護天使がユリコを守った。うん。で、レムナンがバグっていう可能性が1個。うん。と、ユリコがバグ、レムナンが AC。留守番まだ出てねえんだな。うん、めっちゃ来る、まあレムナンを噛んでデスキーを疑わせる。でも SQ に票集めるのむずくない？まあね。回復は結構しとるよな。重道しかねえな多分、うん、このターン。回復してる ね、うん、誰にステラに入れられてる。うん、ジナを味方に引き入れんといかんから。お、スピードめっちゃ連続まあ見に行こうか。ん、どうした。あ、ジナのことか。狙ってやったのか。はは、うまくいくかは五分五分だったけんな。ジナと手組めたのは正直ありがてえぜ。騙しちまってジナには悪いけどよ、生き残るためには使えるもんは使っていかねえとな。おここでへえ、あったっけ。知らん、10ぐらいしかなかったな多分。これでユリコもう一回噛んでさ失敗だったらさ確定バグだよねほぼほぼ。でもなんかそんなことに時間使っていいのかなって感じはある。いや、人数減らした方がいいとは思う、うん、ってなると SQ は噛めない。まあ占うかは分からんけど、うん、セツかジョナスかククルしか。セツだなラキオはだって対抗、うん、だったから、まあグノーシアにしとかないと絶対ままなんだけど、だから人間でいいよな、うん、AC か。 AC だね。うん、うわやべえ、バチ当てしてくるじゃん。ここで押すべきだかな。レムナ、お、どこをどう取った。なんでだろうね。うん、僕同士だから人間の気持ちわからない行くね。まあ、いやでも SQ 行きたいけどね。釣れるかな。ちょっと様子見ていいんじゃない。他の人がどんだけ賛同するか分かんないけど。おグノシアパワー見せたろぜ3人でそうだそうだってああそっか、協力者なのにな。おあ、死んでる中だと。さすがに無理だろ、この状況で。あ、言うて3人しか消えてないのか。まあ、節かラキオがそうだった。ラキオじゃない、茂道か。がそうだったってことだよね。おい、SQ に行くやん。ちょっと乗ろう。ビッグウェブに。いいね。
あれか、さっき3人で行ったから S q 自体のあれが下がったもんで、ゆり子の矛先が行った。ここはありゃうわぁどうなるかな。まあでも陣営的にはゆり子風鈴に入れてる。まあ対抗だしな。うん、シピジナお、あ、お、お、お、グロシアパワー見してやろうぜ。ここは押すしかねえんだよ。まあユリコが喋らねえ。あ、でも S 級殺したらもうバグを投票でやらないかんくなるのか。まあでも、あ、終わったか。終わったー。 あ、レムなんだった。え、マジか。うん、ユリコ AC 嘘でしょ。マジか。え、じゃあバチ当てしたのコメント。あ、まあでも役職持ちだったもんな、あの段階でユリコ。うん、みんなが名乗り出てないのがまずかった。フーリーを疑ってたからコメントは。うん、 AC 神に言ってるんだけど。それを邪魔された。自分で死に。いやー、分からん、分かんねえな。まあまあ、とりあえず協力するはもらえたから。そうだね。さっきから結構連続でもらってるね。そこはプラスに捉えよう。あの今日の時間結構あったからね。うん、振り直すまでの4戦、3戦、そのぐらい、うん、